想通貨女子のユダイナです。本日はこんなところで仮想通貨ということで、身の回りで仮想通貨を使えるっていうレポートをしていきたいと思います。本日は私が前に動画に上げた銀座渡里さんに来ております。ただし本日はですね、私一人ではありません。なんとスペシャルゲストとして、あの魔界をね突っ走ってる男、もう魔界しか見てないですよね。はい、あの方をお呼びしたいと思います。ジョンさんです。どうもおまディバース、私が魔界しか見てない男、ジョンでございます。すいません、お邪魔しております。ゆなちゃんの YouTube に、はい、なんか違ったら違うね。いやゆなちゃんの視聴者のね、皆さん多分品性がありますから、私のね動画のようなね、みんなガチャでね俺が負けてるのを喜んでるだけの視聴者とはちょっと違うんで、見てる人大体一緒なんじゃないですか。そうですね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ついにコラボですね。ついね、前々からあのジョンさんからね、銀座渡里さん行こうっていうコラボ動画を撮ろうっていう話があったんですけど、やっとね2ヶ月越し、そうね、界隈で一番最初にやりたかったから ね、本当です。誰のせいですかね。俺が熱出したんだけど。すいませんでした。はい、ということでこれから銀座渡里さん、はい、超楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみ。めちゃくちゃお寿司食べたいよね。そうですよね、普通にお寿司食べたいからね。なんかこの銀座渡里さんっていうのは、あの寿司決済でお寿司を食べられるということで、仮想通貨界隈ではめちゃくちゃ話題になりました。なんだって。であとは寿司トップショットだとか、あのお寿司の NFT とかを出していたり、ちょっとわざとらしい。いや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 、いや、相手だからやってよ。回して回して、うん、そういうね、NFT 出したりとか、うん、あの私この間タワーっていうあの NFT のクリプトアートイベントに行ったんですけど、うん、寿司のトップショット置いてあったりとか、へえ、すごかったです。すごいね、はい、ということで本日はお寿司食べられるということで、お腹空かせてきましたか。ペコリンコ、あ、ペコリンコだよ。ペコリンコ、まあまあね、あ、うん、ペコリンコ、うん、OK、じゃあ食べてみましょうか。はい、はい、で、この動画はコラボ動画ということで前半後半に分かれてます。前半の動画はぜひジョンさんの YouTube をご覧ください。後半はここから見てください。ということで、じゃあお決まりのね、はい、あれ行きましょうか。はい、ですよ、これね、はい、みんなで一緒での方ね、うん、Go to Heaven の方ね、はい、はい、それじゃあみんなで一緒に Go to Heaven、 あ、渡りね、もう一回みんなで一緒に Go to 渡り。じゃあ行こうぜ行こうぜ。食べた？ゆなちゃん。まだ食べてない？マホカレー。まだ食べてない。ちょっとつぶ貝は食べたんだ。つぶ貝食べた。つぶ貝はどうだった？めっちゃコリコリ。コリコリ。コリコリのコリコリ。違うからね。どうぞ。はい、じゃあここから銀座渡里さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。じゃあまずジョンさん。あ、僕からいいんですか？寿司ってよね。ドル寿司。つまり仮想通貨で決済をできるわけですよ。ということはですよ、今まであの仮想通貨の方々でやっぱりどれぐらい決済は、何割ぐらい寿司決済ですか？先月の売上でだいたい3割から4割ぐらい。あ、でも寿司、結構寿司決済ですね。世の中には寿司決済は0割のお寿司屋さんしかいないですから。で、一番僕伺いたい、みんな気になると思うんですけど、もらった寿司トークンはステーキングはしてるんですか、それとも利確してるんですか？一部ステーキングをしてるんだ。うわ、さすが。うわ、出てきた。え、これ、こちら小肌。小肌、うわ、綺麗な小肌。この上のすだち、いや、ゆずだ。ほんとかよ。ゆずだっちゅうの、すだちね。あ、じゃあゆずもう5回目だからね。ステーキングしてるんですか？ちなみにどこのプールというか、どこの、僕はあの
X 寿司にしてイーサとペアで預けてる。あ、LB クエンで流動性提供してるんですね。さすがお寿司屋さんが今度は寿司の流動性を提供してるんですね。あ、すごい、ね、さすがですね。ありがとうございます。わさびちょっと欲しい。あ、ごめんなさい、わさびすぐに。すいません。ああ、取ってんの？じゃあ、紫湯にいただきます。このまたバフンウニとまた違ってちょっとのよ、はい、すごい。あ、ありがとうございます。ん、あ、まさに、あこの店主がおっしゃってた通り濃厚でマフウニとまた違ってウニの味をぐわっと最初きて磯の香りがふわって鼻抜けてって、あ、美味しい。いただきました。柏で一つ。じゃあゆなちゃんどう、なんか聞きたいことない？私は仮想通貨のこのドル決済、寿司決済をいつから始めたのなんで始めたのっていうのがすごい気になってて、それはもう寿司で寿司を食べようっていう、うん、完全に悪ふざけですよね。へえー、それじゃあご自身で考えたというよりはその仲間内というかお客さんとっていう感じなんですか？もともと仮想西っていう有名人がいると思う。ああ、もう皆さんご存知ですかね。鳥のね鳥の西さんですね。西さんなんかがクラブハウスでそんな話をしているところにたまたまそうですね、僕のお友達がいて、はいはい、で そこからですね。え、じゃあきっかけクラハなんだ。そうですね、クラブハウス、クラハって言うんだおじさん的にはそこの方が将棋だ、ね、クラハっていうのね。ルーム名の仮想通貨、とりあえず西さんクラブハウスにほぼほぼ毎日いるんで、うん、本当単発のイベントのつもりだったんですけど、オフ会的なね。そうですね、うん、そしたらなんか意外と皆さんツイッターで問い合わせくださったんで、ね、でそっからいろんな問い合わせ来て4月も5月もっていう感じで受けてる。4月も5月も受けて、はい。で今はもう予約でいっぱい。今そうですね、すごすぎる。おかげさまですごすぎる。これから仮想通貨会話の有名人も予約が入っていると噂をちらりとね聞いちゃいましたので、僕らもね仮想通貨会話で有名になる第一歩として、ここ、はい、いや勘弁してください。登竜門になるかもしれないね。名前をね挙げたいっていう人はもうまずここで寿司決済しないとダメって。え、金沢あたり行ってないの？言われちゃうから。仮想通貨やってないよみたいな、そうそうそう、なっちゃうもんね。パンケーキ焼いてないの？の次は寿司決済してないの？ってなるから、まあ、若干鳴り出してるからね。いやでも大将ちょっとその感じあるよね。知らない人いないもんね、うん、周り僕らの仲間うちでもやっぱりすごく話題になりましたし、あの銀座あたりってなります、あ NFT のでしょみたいな、うん、今NFT はどんな売れ行きというかどういう状況になってるんですか？七草で、はい、七草で販売したものは一番早い時で77枚が2分で売り切れまして。2分。そうですね、もうそれは、はい、ありがたい感じですよね。今はじゃあもう購入はできないんですか？直接購入っていうのは今は、まあ、二次流通はしている。あとうちで寿司で決済していただいた方のアドレスに一応店舗の来店者向けの NFT があって、ということは今日僕らは決済させていただくので、はい、NFT はいただけると。あ、そうですね。めっちゃ楽しみだね。うん、おう。いやすごいね、 NFT をさめちゃくちゃ話題かっさらったもんね。なんてことないアホみたいな NFT でも何千円とかするからね。そんななんかね日本が誇るね寿司のこの文化と手仕事を NFT にしたのが500円で売って、それは2分ですよ。今後はどうされていくんですか？基本的にはその来て寿司決済された人にこうあげるというのが目的になるんですか？まあ他にもいろいろやりたいことは順次発表があると。うわ、楽しみだね。仮想通貨を絡んでやっていく。ちゃんと絡めて、はい、楽しみだね。もうぜひ皆さん、うん、今後も渡里さんチェックいただければと思いますので。最先端、もう最先端でしょう。間もなく多分ケーキ決済でパンケーキを買えるようにしようという、僕の友達がもうそれをやろうとしてるんで。そうなんですか？その時は皆さんお伝えしますけど、ちょっと買っとかなきゃ。そうだね、今のうちにケーキ買ってもらって。
15ドルぐらいだからね。そうだね、安いからね、うん、じゃあちょっとせっかく作っていただいたんで食べていただいて、はい、いっちゃおうかね。いっちゃっていい？いっちゃって、どうぞどうぞ。大トロでいいんですかね。そうですね、大トロ。大トロ、ご覧ください。このテカテカのセクシーで、そして素晴らしい。ナイスなこのボディ。今にも食べてほしい。そう僕に訴えてきてるようなこの素晴らしい脂の乗り方、ご覧いただけてますでしょうか、視聴者の皆様。それでは私、この今にも食べてほしいと叫び上げるようなトロを私いただこうと思います。よろしいでしょうか。で、一見すると、お肉みたいに見えるぐらいの、うん、その、なんていうかな、透き通っているというか肉肉しさみたいなの感じるんだけど、うん、あ、もうないない、言葉ないから、ゆのちゃんに言って。え、そんなに食べたい食べたい、めっちゃ楽しみなんだけど。いただきます。幸せ。うーん、めっちゃ美味しいですこれ。めっちゃ美味しい。大トロちゃん。幸せ。肝のソースがすごくアクセントになってて、時にアワビは淡白の味になることもあるから、その食感とアワビの風味に肝のこのインパクトが加わることで、でしかも出汁がね。入ってるね、もうお米と、めっちゃ美味しい、うん、幸せ、うん、最高。もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃ美味しかったです、本当にありがとうございました。何が一番美味しかったですか。いやね、ウニも美味しかったし、マグロ、ほんね、漬けのマグロが、うん、他のね、こうお店行ってるその分、なんかこの美味しさが分かったというか、なんかすごい美味しかったですね。ゆなちゃん何が美味しかった。え、私はやっぱ大トロ。大トロ、うん、口に入れたらもうトロッとしたし、あとはあとノドグロも美味しかったし、あの美味しかったよね。あとはね、あれタイの唐揚げサクってやつめっちゃ美味しかったです。あれうまかった、うん、美味しかった。ちょっと語り出したらね止まんないです。マジで、うん、マジで止まんないんだけど、全部美味しかった、うん、本当に最高でした。ありがとうございます。じゃあ、最後、うん、会計を出していただきたいと思うんで、はい、はい、お願いします。今日財布を持ってきておりませんので、ね、今から出していただいた、レート、ね、寿司で払おうというふうに思っております。今から ERC20 が基本的な支払いみたいなので、皆様はできれば ERC20 をちょっとご用意、うん、20の寿司をねご用意いただいて、お支払いをいただければなと。まあたまに PSC とかの方もいるって言ってましたね。そういう方もおっしゃってたんでね、うん、それをちょっと受けていただけるのかまあそうですね、確認しつつ、うんうん、すいません、本日お会計こちらで、はい、112.82 寿司、すごい、寿司って書いてある。寿司で領収書初めて見たよね、うん、1寿司寿司領収書初めて、197円としてです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれからこのドル寿司払いでお支払いしていきたいと思います。今回4人で来たので 112.82 寿司を割り4していきたいと思います。で、メタマスクに、はい、じゃあ映るかな、はい、まあ、26.73 寿司
約220ドル入ってます。これをお支払いしていきたいと思います。送金押してこれですね、はい、QR 読み込んで、はい、次へで、最大よいしょで、これで寿司いきたいと思います。ガス代が 0.… あ、待って、ガス代足りない。はい、いきたいと思います。いいですか。はい、どうぞ。はい、で、これで、最大押しますよっよっ。で、26.73 寿司支払っていきたいと思います。送金、せーの、ポチッとな。はい、トランザクション送信中です。うん、送信できました。はい、これで支払いしました。え、これで本当にできてんの。本当にドキ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 。おそらく、もう少しするとここにデポジットが表示されるはずですので、楽しみ。え、いつもこの寿司はだいたいどうするの。だいたいどうする。だいたいまあ寝かせてます。だいたい寝かせて回らないかな。はい、というわけで銀座渡さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、もうドル寿司でお寿司食べるなんて、ちょっと最後ね、手間取ったけどね、うん。1時間ぐらいかかったかな。そうだね、30分から1時間。ちょっと皆さん、来る時にはね、セーフパルに寿司をそもそも持っと買っといて、ね、できるだけ多めにね、あの冷凍が上がっちゃうと変わっちゃうんで、なのでもしかしたら前払いもできるんですよね。前払いいただいても大丈夫ですよ、ね、うんうん、そうだね、それがでも一番いいかもしれないですよね。そうですね、連絡いただける。そうですね、 LINE でご連絡して前払いっていうのができるってことですね、はい。いや、でもね、ドル寿司で支払えるし、しかもお寿司めちゃくちゃ美味しかったです。お疲れ様です。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ということで本日は銀座、ちょっと待って、これ着金、来ました、店主。ちょっともうまだ分かんないかな。着金がもし来てたら最後確認できると嬉しいですね。あ、着金来てます。来ましたね。お、やったー。来ました。もうこういった形で。ここからですね。あ、来ますね。あ、よかったー。到着しましたんで。苦節30分か1時間ぐらい。確かに。仮想通貨触ってるやつとは思えないようなバタバタでしたけど。めっちゃトラブりました。トラブってましたけど、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、もし見てる方が予約をしたいという場合は、まあ、Twitter か何かの LINE のリンクが貼ってありますんで、そこを飛んで来てくだされば。基本的には LINE で予約ってことですね。そうですね、まあ、Twitter の DM でも、あ、いいんですか。あ、直接、はい、分かりました。ありがとうございます。概要欄にも銀座渡さんの情報貼っておくので、そちらチェックしてみてください。はい、ということで本日は銀座渡さんとジョンさんと、はい、一緒にお寿司を食べようという企画でした。本当にありがとうございました。じゃあ最後に私、締めのポーズがあるんですけど、一緒にやっていただいてもいいですか。いやー、ちょっとそれはちょっとあれじゃないか、難しい。うん、じゃあジョンさんはやってくださいね。それはもう大好きだもん、あれ。じゃあ私がもうさっきやったから大丈夫か、うん、みんなで一緒にって言ったら Go to moon ね。あ、 Go to moon ね、はい、Go to moon の方ね。 Go to moon で、 Go to moon ね、はい、はい。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひ SNS のフォローもよろしくお願いします。それじゃあ最後はみんなで一緒に、せーの、なんだっけ、なんでだよ。みんなで一緒に、自分の締めやろ。それじゃあみんなで、なんだっけ、それではみんな一緒に、みんな一緒にか、それではみんな一緒に、はい、それじゃあみんな一緒に Go to Moon! バイバーイ。